当時ブルージェイズで活躍していた川崎宗則に対する批判コメントが引き金となります。当時のサンデーモーニングで張本は野球選手として見られていないんじゃないの、マスコットボーイみたい、打率2割2分くらいだったら野球選手じゃないよ、ホームランはまぐれと厳しいコメントの数々を残しています。この張本の厳しいコメントに対してダルビッシュがツイッターで、いやかなりチームに必要とされてますよ、てかあのコーナーは何のためにあるのかな、けなすためわからんとツイートし応戦します。これに対し張本は、あのコーナーはあっぱれも随分入れているし、けなすためではありません、いいことはいい悪いことは悪いとはっきり言うコーナーですから、若者は書きたいものを書いて言いたいことを言いなさい、ただし男なら日本に帰ってきて私の目の前で言いなさいよ、暗闇から石を投げるようなことをしてはいけません、無礼千万だよ、アメリカあたりで文句を言ってないで日本に帰ってきて私の目の前で言えばいいんですとコメントし返しました。張本は基本的にメジャーリーグに対して否定的なコメントが多いです。